名古屋高速都心環状線は、愛知県名古屋市の中区、東区、昭和区、中川区、中村区、西区を環状に回る名古屋高速道路の路線である。各放射線同士を接続する役割を担う時計回りの一方通行路線である。また、都心部との流出入の役割も担うことから、愛知県庁、名古屋市役所等の観光庁外をはじめ栄え、金山、 名古屋駅付近に出入り口を設置している。車線は、おおむね3車線で、一部区間で4車線も存在する。ただし、ジャンクションのカーブ区間では、三ノジャンクションを除いて2車線に減少する。路線は日本における、他の都市高速道路の環状線と異なり、すべて既存の平面街路の上部に施行されている。路線番号は、C1、英語表記は、 サークル1である。サークルは、環状線の円を意味する。開通当初の路線番号は R、英語表記はリングであったが、高速道路ナンバリングの制定に伴い、中京圏を取り巻く高速道路網との整合性から C1 に変更された。高速道路ナンバリングにおける C は、環状道路を示しており、都心環状線を名古屋における、環状高速道路の一番目に数え、 より外周の環状高速道路である名古屋第二環状自動車道には C2 をさらに外周の東海環状自動車道には C3 を割り振っている。上空から見た場合の路線形状は四角に近く、これは都心環状線が直線と急カーブの両極端の組み合わせであることの反映である。このため直線間隔のまま急カーブのジャンクションに 高速侵入して事故に至るケースが多発しているが、これについては、ジャンクションカー部説で後述する。朝夕は、西木橋出口付近の渋滞が慢性化しており、この打開策として新須崎 JCT 付近に、名古屋駅方面に連絡するための新たな出入り口を設置する予定である。この計画は2027年に予定されている、リニア中央新幹線の名古屋乗り入れによる、 アクセス工場の一環である。また、渋滞は、丸田町 JCT や明道町 JCT 付近でも発生しており、理由はジャンクションで、都心環状線に合流した直後に、別のジャンクション、または、出口で分流があることから、合流した車両と分岐しようとする車両が交差する、折り込み交通が生じることである。道路法上は、愛知県道高速名古屋朝日線。 愛知県道高速名古屋新方線、名古屋市道高速2号の各一部と、名古屋市道高速分岐2号、名古屋市道高速分岐3号のそれぞれ全部からなる。浅間町交差点から清水口交差点間に建設されるはずだった高速分岐1号。計画段階で廃止され、日の目を見ることはなかった。また、高速分岐2号は計画途中から、 半地下式に変更されたが、その後高下式に再変更された。都心環状線は、原初計画案では双方向式の片側3車線で、考案された。その内訳は、高下2層式として、上層と下層で3車線ずつ、合わせて6車線という内容で、明道町 JCT 東片羽ジャンクション間と、浅間町交差点から清水口交差点との間で、 計画された高速分岐1号が、高架1層の片側一方通行式に車線、鶴舞南ジャンクション3号ジャンクション間が、高架2層式片側に車線とされた。しかしながら、1970年代半ばに高まりを見せていた都市高速建設反対運動のうにりは、都心部の環状ルートのあり方まで再検討を迫ることになった。 もっとも、名古屋市の道路事情は年々交通渋滞が慢性化し、一刻も早い渋滞解消を望む高速道路建設促進派が多数を占めることで、名古屋市としては反対派と促進派の陳情天秤にかけることになった。その結果、建設は続行とするが、地域住民に配慮して環境保全に万全を期する意図から可能な限り地下。 半地下方式を採用することになった。また、交通量の将来予測を再検討した結果、当初予測の4分の3程度に下回ることが予見されたことに加え、環状部のダブルデッキによるジャンクションが複雑化して建設の難易度が高いことも加味され、これらを検討した結果、環状部の大幅な簡略化を断行することになった。環状部の構造変更案はに暗出され、 一つは、都心ループの全面廃止、もう一案が双方公式を止めて、右回り一方通行方式として、高速分岐1号を廃止する案であった。前者は分岐線がない分校費は安いが、南北路線2本を連結する2号東山線の新鈴木 JCT、丸田町 JCT 間が、最低3層必要で構造が複雑。後者は、 工費は高いが高果構造や JCT をシンプルにできる上に日照、排気ガス、テレビ障害等の克服に有利で、校舎も当案を副案として練っていた。結果的に校舎が採用され、時計回りの三車線一方通行方式として、高速分岐2号とそれに接続する高速1号と高速3号の一部が地下構造に変更された。合わせて、 構造変更に伴う建設費増大を抑制するために4号東海線と6号清洲線は整備計画から除外され、これらは1976年11月に都市計画決定された。高架式に比べ半地下、地下方式は工事費が2倍以上になることは変更時点ですでに判明していたことであるが、1982年にもなっていよいよ採算性が悪化することで、 将来の召喚計画に影響することが認識され、地下鉄や河川をまたぐことで、工事の難易度が増し工期も長期化することが問題となった。特に外堀通りは、地表近くを市営地下鉄名城線が横断することから、この直上を半地下式で構築すれば、付近の平面道路を300メートルにわたって、約2メートルのかさ上げを要することで工期が長引くことが問題視された。 そして、この半地下区間を挟む明洞町と東片橋の区間はトンネル式であることから排気ガスを外へ出すための換気所が必要となる。これは経営分教と東片橋の2カ所に計画されたが、これによるさらなる事業費の増大が懸念された。校舎は利用者が支払う通行料金で建設にかかる借金を返済する償還方式を採用することから、 利用台数が伸びなければ料金収入が減り、借金返済が厳しさを増す上に、営業収支の赤字を賄うための新たな借金を背負う悪循環に陥る。さらに、通行料金を値上げすれば、利用台数が減少することから大幅な値上げはできない。よって、通行台数を上げるには、建設が滞っている路線を一刻も早く開通させ、 路線ネットワークを拡大することが急務となるが、この半地下、地下方式では、後期の長期化と工事の停滞が、相まって、ネットワーク構築の大きな障害となっていた。また、年数を重ねるごとに建設費用が高騰することと、路線ネットワークが未構築のために通行台数が、予定を下回ることは、建設工事に要する支出ばかりが増長して、 通行料金収入が伸び悩むことを意味し、結果、増大する借金のみならず、利息さえ払うに難儀する状況にも置かれた。なお、この当時の公社の財務状況は、通行料金収入36億円に対し、借金の返済は48億円で、非換算で600万円の赤字経営となっていた。このため、公社は、勘定部とそれに連結する道路を高価式に戻す、 ことを名古屋市に持ちかけ、これをもとに協議した結果、高化式に戻すことを決定、1987年8月に都市計画変更された。これ以後、障害のなくなった都心環状線と一号くすの基線は全線開業に向けて工事のスピードを早め、1995年9月に全線の供用にこぎつけた。 全線開通後の路線番号は R であった。都心環状線は5段階に分けた部分開通によって路線を延伸の上全線開通を見ている。第1期は東新町入口鶴舞南ジャンクション、東別院出口、第2期は新須崎 JCT 名駅出口、第3期は東別院出口から新須崎 JCT、第4期は名駅出口丸の内出口、第5期が 丸の内出口から東新町入口間開通による全線、開通である。なお、全線開通を機に路線名を都心環状線と制定し、路線番号を R、リングの頭文字とした。都心環状線の延伸はそのまま通行台数の向上となって現れ、放射道路が都心でつながることの重要性が、如実に示されることになった。 放射道路の単体で開通した3号、大高線の通行台数が長らく伸び悩んでいたものが都心環状線の一部分に西を接続したことで、その利便性から利用台数が上昇に転じ、東名阪自動車道と接続する5号、万馬線が3号大高線と都心省ループで接続されると、さらに上昇した。校舎の経営も赤字から黒字に転換し、 1995年の都心環状線全線開業では1号、楠木線とも接続されたことで2万8000台以上の15万4000台まで増加している。なお、新須崎 JCT は将来のリニア開通を見据えて名古屋駅付近へ乗り入れるための出入り口の増設が決定している。2017年12月には高速道路ナンバリングとの整合性に配慮して、 都心環状線の路線番号を R から C1 に変更すると発表、準備完了後に順次変更した。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成通行方式は時計回りの一方、通行である。時計回りの理由は、日本の道路は左側通行であることを利用して、文合流部を左車線外側に統一できるためである。 これにより、ランプウェイは本線をまたいで作る必要がなく、ジャンクションの構造を簡素化できるメリットがある。これが半時計回りであると、ランプウェイは本線をまたいで作る必要があり、ジャンクションが複雑化する。また、一方通行であることは、都心の限られた建設空間に複数の車線を設けられるという利点がある。 外堀通直上を通過する高速分岐2号は、半地下式で計画されたものを高架式に再変更したことで、名古屋城外堀の景観との融合が課題となった。これについては、名古屋市の専門委員のほか、建築家の黒川貴省のアドバイスを取り入れながら、デザインを決定した。このため、都心環状線においてこの区間の意外感が異なり、色彩は、 オフホワイトで統一され、張り出し毛タブは化粧板で多い、柱も、威圧感低減の糸から大きく面取りされた八角形の一本柱を特徴とする。そして橋脚はりを省略して、橋下と強し決した。また、工日のパイプ照明とは別に、名古屋城外堀区間以外では従来使用の中式道路照明を用いたが、 一般的なポールタイプでは都市景観に向かないことから四角柱によるシンプルな照明とした。中央分離帯については周辺環境との調和を図るために円形に盛り土してそこに地域植物を植樹した。東新町入り口高津実質入口管における建設では地域住民の理解を得るために都市景観に配慮したデザインを行った。特に効果が与える。 無機質な印象を払拭するためにルーバーを設置の上、沿道にはカラータイルを貼るなどして対応した。また、住民側は効果による地域分断イメージの払拭。商店街はシンボルタワーを制作するための空間の確保のため、橋脚の高さを13メートルから18メートルに上げるよう要望した。だが、現実問題として、前線18メートルに変更するには、 再度の都市計画変更を要し、ジャンクションにおける合流ランプの構成上の問題、および原則的に立体構造によって、鉄道や道路を超える場合など、公共的な理由によらず、必要以上の高さで建設することはできないとされた。しかしながら、微量の変更ならば、後者の裁量で決定できることから、都市計画変更の必要がない十五メートルという、 条件で変更することになった。これは着工済みであったにもかかわらず実施された。道路高乱上に取り付ける遮音壁は大高線では吸音タイプを全面に取り付けたが日照遮断の問題があることから投稿性の遮音壁を試験的に取り付けることになった。素材はポリカーボネートで透過率85%の縦じまいりとされた。完全透明は ヘッドライトや太陽光によるドライバーへの影響を及び住民のプライバシー保護を理由として不採用とした。取り付け区間は鶴舞南ジャンクション東別院出口間 1.1km の北側である。防音壁は住民要望によって東新町入り口においても取り付けを行った。統合性パネルはこれ以後に建設された路線では 改良を加えて採用している。名古屋高速として最初に開通した3号、大高線は当初コンクリート製の橋脚が無塗装であった。これが沿線住民には大変不評で、校舎に対し集計するように予防した。校舎はこれに応じ、いくつかの色を上げて、社内投票した結果、薄緑と決定した。校舎のシンボルカラーの緑であることと、 名古屋が目指すところのグリーン名古屋のイメージに合うことが理由であった。なお、住民側は淡い青を期待していた。ところが、スペースデザイナーに意見を聞いたところ、薄緑では力が強すぎ、周りの環境の自由を奪う、人によっては抵抗が強い色として反対を表明し、たまたま構成橋脚の錆止めに塗っているグレーに目を留めて、 環境に溶け込み、周囲を引き立たせる色、材質を表す色として、グレーを推薦した。別のデザイナーにも意見を募ったところ、全く同じ主張であった。住民は、コンクリートと変わり映えしないと不平を漏らしたが、専門家の意見ということもあって、最終的に納得した。塗装対象区間は1985年5月に、開通する都心環状線と、 大高線の炎上鶴舞南ジャンクション管とされた。このカラーは、その後、他線区にも波及している。外堀通りの上部を通る高速分岐2号は、名古屋城外堀跡に生息する姫ボタルの生態系保護のため、姫ボタル生息区域を照射しない照明を要された。しかしながら、道路照明基準に適合する照度を確保する必要もあって、 この2点を両立できる照明方式が模索された。名古屋高速は原則的にポール照明が採用されているが、景観上の配慮が求められる場合や、外部に光が漏れる公害の恐れがある場合は、別の照明方式が検討される。特に名古屋城外堀区間では、常日の生態系への配慮とともに、外堀の景観とマッチする照明方式が検討された。 こうしたことから、道路両脇の後欄に直接照明を載せ、道路に対して長手方向に配列する方式が考案された。この方式では、ポール式と比べて照明高さが極端に低いことから、通常の道路照明が使えないなど、照明器具の種類が限定されることになる。さらに、高所から強い光源で照射する場合に比べて、 高ラン状に乗る程度の照明では、光源も弱く、光の届く範囲が狭いことから、必然的に照明装置の数が増加する問題もあった。これらの高ラン式照明の弱点を補うべく、プリズムフィルムを使用して、光を乱反射の上均等発光できる、パイプ照明器具を採用することになった。また、蛍光管に比べて、長さが12メートルあるため照明装置数を、 抑制できることや、間隔を空けずに連続設置することで夜間における、視線誘導性が良いことも、理由の一つである。採用区間は、元町橋大津橋間の500メートルである。ただし、高覧上に直接据え付けると、グレアの影響が懸念されたことから、その対策として、高覧上の防音壁上端に設置した。発光開口部は90度で、 すべて路面側を向いているが、残る270度を被覆したのは、外堀に光を漏らさないためである。なお、パイプ照明は、黒川出入口のループ区間でも採用され、ポール照明の乱立による、景観問題を解消している。1988年4月26日の都心、小ループ完成時の路線図、線が都心環状線で、 破線は未開通線。環状ルートが全線開業していなかった時代、環状線が時計回りの一方通行方式である、制約から5号、万馬線から3号、大高線へ直通することは不可能であった。そこで、吹き上げまで延伸した2号東山線を吹き上げにて U ターンさせた上で、丸田町 JCT 経由で3号、大高線に直通させることとして、 吹き上げ暫定連絡路が開設された。これが都心部における最初の環状形態であり、都心小ループと称された。その後、吹き上げ暫定連絡路は環状ルート全通により廃止された。都心環状線は季節の直線上の大通りに建設されたこともあって、直線区間が大勢となっている。このことは用地の制約から、 季節の道路上しか建設できない都市高速道路特有の問題をも浮き彫りにしている。つまり、高速道路の向きを変える場合に十字に交わる季節の道路上をカーブすることから、勢いカーブ半径も小さくなり、半径90メートルの急カーブとならざるを得ないことである。百八十五年に東新町入り口から東別院出口が都心環状線として、 初めて開通して、以降、3号大高線と高速分岐3号をつなぐ、鶴舞南ジャンクションでスピード超過により、カーブを曲がりきれずに側壁に激突する利用者が続出したことから、後者としては、路面の表示変更やカーブ部分の点滅等を、黄色から赤色にするなど様々な対策をとってきた。現状では、都心環状線に存在する6つのジャンクションすべてに、 急カーブが存在し、この区間の最高速度は時速 50km に規制されている。なお、その後も同様の事故が頻発し、材木及び金属を積載したトラックが激突の上、材料落下によって民家に甚大な被害を与えて、以降はカーブ箇所に落下防止用フェンスが設置され、ジャンクションカーブに特有の印象を付与している。 都心環状線直線区間の基本三車線に対して、ジャンクションカーブ区間は二車線に減少する。このことから、かつて三能ジャンクションでは渋滞が多発し、それを先頭として三号、大高線前線にわたって渋滞が発生していた。この対策として、四号東海線が接続する直前に都市計画変更の上、東海ジャンクションを三車線に拡幅、合わせて、 カーブ最小半径も拡大された。3号、大高線の都心環状線利用案内標識。都心環状線が一方通行方式のため3号、大高線1号くのき線へは直進不可。新須崎 JCT。右横から左手前の道路が都心環状線。左右に横切る道路の内の左が2号東山線。右が5号、万馬線。 都心環状線と5号、万馬線のみ連絡できる構造で、都心環状線と2号東山線は渡り線がない、ために連絡できない。すべて名古屋高速道路との接続である。ただし、都心環状線は時計回りの一方、通行方式であることから、走行経路によっては、各路線の接続距離に差異が生じる。一例を挙げると、1号くすのき線から3号。 大高線に接続する場合は短距離の直線連絡となるが、反対に3号、大高線から1号クスノ線に接続する場合は、東別院、名駅を経て大きく迂回しなければならない。この場合、直線移動と比較すると、約 4km の大回りである。特に3号、大高線から2号東山線に直通する場合、 鶴舞南ジャンクション丸田町 JCT 間は直線距離にして 1.2km であるにもかかわらず実際の走行は環状ルートの4分の3以上 9.1km を走行しての連絡である。なお、都心環状線のほぼ中央を東西に貫通する2号東山線の新須崎 JCT 丸田町 JCT 間は都心環状線の走行ルートとして使用することは できない。これは、ジャンクションの渡り線が、環状ルートの外側に設けられ、内側にはないためである。したがって、新須崎 JCT は5号、万馬線のみと連絡、丸田町 JCT は2号東山線の吹き上げ、高張方面のみの連絡であり、その内側の 2.2km 区間に直接乗り入れることはできない。逆も同様で、5号、万馬線から、 都心環状線に乗り入れできるのは新須崎 JCT のみで丸田町 JCT で合流することはできない。また、2号東山線吹上方面から環状ルートに合流できるのは丸田町 JCT のみで新須崎 JCT で合流することはできない。ありがとうございます。